だね、達也は。次、私だからね。あれ？お姉ちゃん、そこ濃いんだよ。わかってるわよ。お姉ちゃん、またあぐらかいた。うるさい、気が散る。カオル、ああ、お姉ちゃん、ヘタピ。ああ、だいたい一面クリアできないの、お姉ちゃんくらいなんだよね。うるさいわね。あんたも似たようなもんじゃん。カオル、だいたい私なんか、こんなもんクリアできても、自慢しないから。私って、かわいい女の子じゃん。カオル。はい。カオル、またあぐらかいてるわね。お使い、よろしくね。任しといて。キャベツ半分、人参5本、お徳用の醤油1本と、そうそう、大根1本。洗剤がなかったわ。ついでに何かなかったかしら。そうだ、サバが安かったのよね。うん、これで大丈夫ね。ね、カオル。うん、任しといて。達也も一緒に行こう。やだよ、今調子いいもん。いいのかな。どこにあったのこれ。台所の引き出し、去年のが余ってたんだね。いいのかな、お母さんに黙ってやって。平気よ平気。怖がりだね、達也は。怖くなんかないもん。大丈夫かい、兄貴。手伝おうか。ほんじゃ、車体をきれいにしてくれよ。はいよ。はぁ。花火。うわぁ。花火か。懐かしいなぁ。なんか気な臭いよ。あ、面白かった。そろそろ帰ろっか。またやろうね。今度はドラゴンやろうね。うわぁ。はぁ、兄貴、水だ。どうしよう。それ。花火はよく注意してやらないといけないんだ。はい、ごめんなさい。花火をするときは、一つ、燃えやすいものの近くではやらない。一つ、水の入ったバケツを用意する。一つ、大人と一緒に。火事はあっという間に命や家を奪ってしまう怖いものなんだぞ。火の悪魔は、うっかりしているときやいたずらしているとき、ちょっとした心の隙を狙ってくる。タバコの不始末、天ぷら鍋のかけっぱなし、子供の火遊び。わかったね。君たち一人一人が気をつけていれば、こんな火事なんて起こらないんだぞ。はい。ん？おじさんたち、もしかして消防隊の人？あ、わかっちゃった。だって詳しいもん。今日は非番でお休みだったんだけど、君たちのおかげで仕事をする羽目になっちゃったな。もう言わないで、反省してます。やったー、お姉ちゃん、また一面クリアできたよ。あ、そう。どうしたの、ボケちゃって。悪魔って怖いなーって思ってたの。うん、なんだ。お姉ちゃん、ん？さっきの消防士のおじちゃんたち、マリオとルイージに似てない？なに？消防士って。テレビに出てたのよ、さっき。ねえ、達也。うーん、そうそう、出てた、出てた。テレビって、ずっとゲームやってたじゃない。何か怪しいな。あ、お父さんが帰ってきた。帰ったよ、ただいま。お土産だ。またお酒飲んでる。カオル、お帰りのキッスは？
あれ。やだ、お父さんお酒臭いもん。そうか、臭いか。ご飯は？飯は食った。熱いお茶くれ、渋いやつ。それからお風呂。カオル、お風呂沸かしてきて。カオルも偉くなったな。お風呂沸かせるのか。もう、お帰りのキスしてあげないから。でー。そうか、寂しいな。あたしがしてあげる。え？そうか、新婚さんみたいだな。達也。ん？何？今日は何か面白いことあったかい？今日はね、お姉ちゃんとお使いに来て、空き地に寄って、あ、どうした？大きかったな。ああ、胃が痛い。ああ、怖かった。もうダメかと思った。あれ、焦げ臭い。ああ、新品の絨毯が。ダメだよ、お父さん。え？タバコの不始末が火事の大きな原因なんだからね。すいません。あれ、何？え？約束だぞ。な。